ゼニタナゴは、蒸気港濃い木濃いカタナゴ赤タナゴ族に分類される、淡水魚の一種。日本固有種。太平洋側では、神奈川県、日本海側では、新潟県以北の青森県を除く本州が、本来の分布域であるが、多くの生息地で、個体数が激減し、絶滅が寄付される状況となっている。かつて霞ヶ浦からの2枚が愛移植に随伴して一時、 定着したとされる、スワゴ、天竜川水系のほかビワコでも確認記録がある。地方名としては、ニガビタ、ヤスリメ、オカメなどがあった。体長6から11センチメートル程度、棚ゴ類の中では最も鱗が細かい。角、鱗が黒く縁取られるため、体色は暗い銀色である。背びれと尻びれは大きく伸長する。側線は不完全で、 この点で禁煙種の板センパラと区別される。繁殖期のオスは口先に追星が現れ、選ぶ多項部から下腹部にかけて桃色になるが、混入色の差は産地によって著しい。河川の中、下流域で比較的流れの穏やかなところや、溶水路、湖床などの中層から下層に生息する。遠浅で腐水植物が繁茂する。 止水環境が本種の生息には最も適する。かつての基幹性即地であった霞ヶ浦や伊豆沼の環境がまさしくそうであった。数百から数千という大きな群れを作り、浅瀬を回遊していたという。植生は雑食であるが植物植生に偏り、通常は付着草類を好んで食べる。夏、やや混飲食を帯び始めたオスと、 わずかに産卵管が伸び始めたメス。詳細繁殖形態は、卵性で、多くのタナゴ類は春に産卵するが、本種は金平や板ンパラと同様の秋、産卵型である。9から11月頃に死イ,イ、カラスガイ、ドブガイなどのエラ用内に産卵する。死魚は受精後4から7日で孵化し、翌年の春4から5月頃に母害から浮き出すする。絶滅危惧かつては、 東京近郊の小ゴオダメや、手ガ沼、霞ヶ浦などに多数生息していた。1950年には、足立区西新井での最終記録がある。本種は、つくだ煮などで食用にも供された他の棚ゴ類よりも苦味が強いため、手ガ沼などでは、鳥の餌にしていたという。しかし、第二次世界大戦後、特に高度経済成長期を境として、埋め立て開発や、水路の護岸化、 補助整備の進行などにより生息域が著しく圧迫された。さらに1980年代以降、ブラックバスやブルーギルなどの外来魚による食害を受け、個体数が激減した。霞ヶ浦では1990年代初頭を最後にまとまって本種を確認することができなくなった。特に2000年以降、本種の正式な確認例は流入河川を含め全くなく、 すでに野生絶滅した可能性が高いと見られる。地域個体群保存のため、2007年、琵琶湖博物館において、系統保存されていた、霞ヶ浦さんの個体群のうち50個体が里帰りし、将来は再び自然繁殖できる、洋関係機関や閉鎖病トープなどで繁殖が、試みられている。東北地方での生息地は、小さなため池とそれに続く、 すぼりの用水路がほとんどであるが、ここでもブラックバスの放流が相次ぎ、放流から数年で本種を絶滅に追いやっていると考えられている。補助整備事業がすでに決定あるいは進行している生息地もあり、対策が急がれている。比較的近年まで本種が確認できた伊豆沼では、1990年代中頃にサイズが揃った小型の奥地バスが確認され、 1999年頃には、卵や、もつごなどの小型小イカ魚類と共に本種が激減し、現在も復活の兆しはない。伊豆沼では、バスの駆除に向け、バス用の人工産卵床を多数設置し、産卵後に引き上げる、あるいは良しき和に浮上した稚魚を一斉にさらうなどの取り組みがなされているが、人工産卵床が何者かに破壊される器物、損壊事件も発生している。 2007年8月、環境省レッドデータブックでは、本種の置かれた危機的状況から、従来の絶滅危惧 i b 類指定が見直され、IA 類に格上げされた。現状の生息地は、全国で10カ所程度であり、その絶滅危険性は、天然記念物の宮古田名を上回るとも、考えられている。しかし現状では、ネット通販やオークションへの出品、 ペットショップでの販売等もなされており、環境省は本種の安易な採保や使用、売買等を行わないよう啓発している。生物多様性センター絶滅危惧種情報検索、ゼニタナコ休範の記述、2008年12月閲覧。ありがとうございます。